試験だ。いいね、美味しいね。タダンちゃんね。猫でも叩けるドラム講座、皆さんご機嫌いかがでしょうか。菅沼光三です、今回で猫ドラ19回目の頭に登場していただいたにゃんこは私のご近所タマプラなんですが、タイ古式マッサージでよく押してもらってるんですが、キックボクサーの選手であります平野正史さん、ベルトをめっちゃ持ってます、彼のにゃんこであります八割くんがですね、クーこんなになってましたけども、クーそしてゴロニャーンとこうキジトラの可愛いにゃんこがマロンちゃんでした。今日はありがとうございました。はい、猫ドラ19回目パーカッションシリーズがちょっと続いておりますが、前々回がバウロン奏法アイルランドで、前回がスルドブラジルのね、クローズオープンとやりましたが、まあここまで来たらちょっとキューバ系にも足を踏み入れてみようかと、ちょこっとキューバです。で、私の場合この昇降系スネア2個常に置いてますね。で、これ非常に便利なものでありまして、まずボンゴやりたいなと、ボンゴの叩き方をまず学ばなければいけないんですけど、ボンゴは大体指先ですね、あの接地面を減らしたいんですね、打面が小さいもんですから。で、あのこれもねクローズドオープンがあるんですよね、スルッドと一緒ね、で左手のヒールトウが特徴なんですよ、キューバ系は、こっちをヒールとしますとこっちがトウですね、かかとつま先、これでまあ、あのボンゴ的に行くとあんまり音出ないんで、多少3本ぐらい指当てます。これゆっくりやるとね、クローズスラップっていう、こっち押しながらスラップで、左がずっと裏担当なんで、ワン、ツー、スリーでオープンが入るんで、オープン、マルティロのリズムなんですけど、2個セットなんで、このワン、ツー、スリー、これ昔懐かしい水戸黄門、あんまり知ってる人、これかなり年配だと思いますが、風車の弥一っていう方が走るシーンがなぜかボンゴだったっていうね、あの時代日本にボンゴが流れ着いていたのか。結構疾走感が出ます。はい、そしてコンガが、コンガですね、ヒール等は指先ではなく今度手のひらつま先、これ指先ですね、これでヒール等、ヒール等で、左手がやたら音数多いんですね、キューバモンの特徴は左手がやたらしんどいで、ブラジル前回やったやつは右手がやたらしんどいみたいなね、まあブラジルとキューバの違いがありまして、キューバの人はワン、ツー、スリー、フォーってカウントを出すんですが、ブラジルの人は横乗りなんで、横にワン、ツー、スリー、フォーってカウントを出されるんですね。これ面白いです。キューバ系ヒールとスラップとヒールとオープン、ヒールとスラップとヒールとオープン、左やったらしいんです。で、2個ありますんでこちらにも行きます。違います。ここです。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン。で、これ手でやってたらまたお前パーカッションやんけって感じ。一応ドラマーなんでね、これそのままスティックで使うと音量がアップするんですよ。
ことやりだすと、あの川口千里ちゃんとツインやってる時に僕が立ち上がってパーカッションやりだすと、あ先生休憩してるやんって言ってね、最近は自分もやめるという術を覚えられたんであんまりこれできないんですけども、これあのパーカッションとしてのアプローチで人のバッキングする時に非常に有効であります。あとボンゴコンガとくればですよ、ティンバレス、ティンバレス、これアバニコってね、ロールとリムショットで、リムショットといってもこうショルダーで入れるんではなく、もう先っちょで先のみを挿入するというね、あんまりいけませんよね、下ネタね、はい、こう甲高いリムショット打てます。これ、ね、ロール、ストロークロールで打つ人とバズロールね、バズってから打つ方といます。でこれはなかなかねスネアでよく使います、なかなか使えるんです。であとまあそのコンガボンゴなど全部が複合したパターンなんかスネアで、あとコンガのグリス、これですね、ちょっと指濡らしまして、これですね、ちょっとドヤ顔してますけど、これ得意なんですよ。これ摩擦係数の問題ですね。うーんって自分で言ってるんじゃないですよ。これこういう使い方もできるというね、はい、いろいろちょっと発展しすぎましたけれども、コンガボンゴティンバレスというアプローチをドラムセットでやってみようのコーナーでした。ありがとうございました。